さて、本日もやっていきましょう。バイアイムブレムガイデン。セリカチームの第2章でのメンバーが全員集まったところで、祠にレベルアップの拠点を移して、そこを進めていきたいと思います。まあ正直ここまで来るとあそこの墓地よりもまあ祠の方が効率は良くなります。まあキャラクターが多くなったっていうので、それぞれにうまいこと経験値が、倒す方の経験値が回らないということで、多めにいる祠の方に向かえようと思います。まあでもその分あそこの祠ではアルム軍の解放軍の拠点と同じメンバーが出てきます。敵とで、とりあえずもうセーバーは剣士にクラスチェンジできるレベルになってきてるから、ちょっとセーバー以外のキャラクターをレベル上げようと。しかもこいつは無尽蔵にゾンビを出してくるから経験値稼ぎにはもってこいです。とりあえずここでもうこの2章で目標は カムイを剣士または魔戦士、バルボをバロン、レオスナイパーにまで上げようと思ってます。まあイージーモードでなきゃ時間かかりすぎて途中でもう飽きたっていう風な感じになって、もうこれで倒せるならいいやっていう風にみんな考えて次の章に行きますけれども、ファイアーエムブレムの外伝の一番最初に僕それやって第3章で積んだ記憶があります。まあとりあえずセリカもレベルを上げておいた方がいいのは間違いない。エンジェルをぶっ放すために、ただでさえまあヒットポイントは今現在低い方だっていうのに、それで4のヒットポイントを使うエンジェルを放つんだから、カウンター食らったら終わり。
ちょっとジェニーのレベル上げも兼ねて川の盾あるからゾンビの攻撃もそうそう通らないし、ちなみに外伝ですとシスターの経験値上げはこのリザイアしかありませんけれども、暗黒竜と光の剣では敵の攻撃を受けることで経験値が得られるっていう設定なんです。まあその分かなり破格に経験値はもらえますけれども、レベル上げの根気強さは半端ない。シスターも僧侶もだな。わざわざ離れて攻撃できるのに普通に攻撃してしまった。イージーモードとはいえゾンビの経験値だから少ないのは、普通に比べたら少ないのは知らないです。まあこんだけゾンビを無尽蔵に出してくれんだからな、ある意味レベル上げには持ってこいだ。
魔が魔法使いたら怖いって怖いわ。まあ、ゾンビの処理速度が生み出される速度に追いついてないっていうふうに言ってしまえばそうなんだけれども、まあ経験値稼ぎにはちょうどいいし。
ま、このゾンビの生み出しは経験値稼ぎは結構ありがたいからな。
とうとう生み出す力が弱くなってきたかな。どうなの、攻撃範囲外から攻撃できるのはレオぐらいのもんだ。
また皆さんの。ダルムグみたいにゾンビが鋼の盾とか落としてくんないかな。命中率が高かったし、
なんだ言って。経験値上げにはちょうどよかったかな。
結局さっきまでのが無駄になりましたということで、失敗してしまったデータも今回あげたいと思います。失礼では今回失礼いたします。